始まりました理系編ワンキャリオンライン合説進行を担当します新明舞ですよろしくお願いしますさあこの番組では忙しい理系学生の皆さんに向けてたった30分で企業の理系出身者の活躍の実態をお伝えしようそんなコンセプトの番組ですさ本題に入る前に視聴者の皆さんへチェックインのお願いです チェックインをしないとこのセッションを視聴したことが伝わりません YouTube の概要欄、チャット欄の URL もしくは表示されている QR コードより必ずチェックインをお願いしますもしチェックインできる企業が表示されない場合は申し込み時に事前チェックインが完了しておりますのでご安心くださいでは今回のゲストをご紹介します サンキューの宮本さんと柏木さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ま,すまずはですね、簡単にご経歴とこれまでの学生時代の専攻なんかを踏まえて簡単に自己紹介をお願いします。はい、どうじゃ私の方から、はい、お願いします、はいえー。2019年にですね、当社の方にサンキューの方に入社して、えー、1年間の基本マスターコースを経てから。 千葉支店の方で石油化学の現場の施工管理を行って昨年の4月から人事部の方に配属となってですね今は採用のお仕事をしてますで学生時代は、えっと、バイオの勉強をしてまして、まあ、ちょっと今のお仕事とは若干違うことを勉強してたかなとは思うんですけども、まあ、一応理系の出身っていうところでよろしくお願いします。よよろろししししくくおお願願いいいまますす柏木さんもは えと私の方も、えー、2019年に入社しましてこちらの宮本と同期なんですけれども、えー、そ,その後1年間気候マスターコース研修というものを受けましてその後、えー、現在のメンテナンス技術部に配属されておりますでそのまま、えー、と6年間ほどですね今年6年目になるんですけれども、えー、と石油石油化学プラントの圧力容器の設計の方を行っております。で出身学学科のの方は、えー、理工学部の 応用科学科というところを卒業しております。化学出身ですね。はい、よろしくお願いします。はい、あ、よろしくお願いします。今日は同期コンビということで、どうですかこういうふうに並ぶこともあんまりないですか?。<laughs> そうですね。<laughs> こういう場で並ぶことはあんまりないですね。<laughs> ちょっとドキドキしているのかななんて思いますけども、同期と一緒だと心強いと思いますので。企業の魅力を伝えていただければなと思います。さあ、そしてですね、やはりこう理系学生の皆さんというと、今まさにこう。 課題だったり実験研究っていうところで忙しい時期かなと思うんですけども、お二人は就活とまあ学校のこの両立ってどうでしたか？宮本さんどうでしょうか？そうですね。私は割と最初に就職活動は短期集中っていう形で行って、まあ就活を早く終わらしてその後に実験に割と注力するっていう形で終わらせてました。じゃあ計画的にやられてたんですかそうですね。はい、どうでしたか石脇さんは？私の場合はですね、えっ、ー、と。 研究の方にちょっと暴走してまして、<laughs> まあ就職活動の方はちょっとドタバタ最後をやってしまったっていう感じになってますね。うん、なるほど、もう研究に夢中になってされていたっていうところが伝わってきましたけれども、<laughs> はい、まさにね今理系の皆さん大変だということで、まあねその魅力を伝えていただければなと思います。では早速今回の流れを見ていきましょう。こちらです。 はいこういった流れでお届けしていきます会社紹介プレゼンそして理系社員に突撃取材選考別活躍パターン3選最後に今なぜ理系学生が求められているのかこういった流れでお届けしていきますでは最初のコーナーはこちらですはい会社紹介プレゼンですねまずは基本情報としてどんな事業を展開している会社なのか5分間でざっくりと説明していただきますでは宮本さんお願いしますはい ありがとうございます。ではあの会社説明の方を行わせていただくんですけども、えー、当社はですねサンキュー株式会社は1918年あ10月に設立しまして今年の10月で106年目を迎えるような企業となっております。また従業員数はグループ会社も合わせると3万人を超えていまして単体でも1万2千人を超えるような従業員数を抱えております。 また売り上げは5,000億を超えており拠点としましては全国40箇所また海外にも事業を展開しておりまして15カ国の41箇所に拠点を持っております事業内容としては今回お話のメインとなる気候事業といったところと物流事業の2つの事業を主にですね行っているような会社となっております。 当社の授業内容は大きく分けると気候事業と物流事業といったところに分けられるんですけれども気候事業といったところでは 建設事業だったりメンテナンスっていったところを主に行っている部署とまた物流事業ではお客さんの工場内の物流の生産物流っていったところを行っているオペレーションサポートっていったところとまた一般消費財を扱っているロジスティクスソリューションっていう3つの事業をですねサポ3つの事業を結びつけて独自のビジネスモデルを展開しているような会社となっております。 また、プラントって言われると、まだイメージがついていない学生さんも多いのかなと思うんですけれども、我々はこういった素材やエネルギーを作っているような設備といったところで、まあ先ほど説明もあったんですけれども、石油化学だったり鉄鋼、または原子力、最近では風力といったような設備をお客さんとしてお仕事をしているような会社となっております。プラント事業のお話にはなるんですけれども、大きく分けると石膏と、 あ設計と施工管理のお仕事をしていまして EPTC+M プラスって書いてあるんですけども当社では設計から実際に調達また物流の事業を掛け合わせた超重量物輸送また建設から最終的にはメンテナンスまで一貫してお客様の建物プラントっていうものを管理するようなお仕事をしています。 当社のここからは研修のお話になるんですけども4月1日に入社されてから入社式が終えた後にですね新入社員全員で長崎県の平戸っていったところに移動していただいてこちらで会社の歴史だったりとかあとはまあ簡単な授業説明またここの1年あ2週間の研修っていうのは同期のつながりっていうものをつなぐために、まあ、グループディスカッションなどを通してまあ 2週間過ごしていただくような研修制度を持っていますそれが終わってからは気候授業で採用された学生の皆様は福岡県の北九州に移動していただいて1年間の技術研修というものを受けていただくようになっておりますこの詳細についてはあの私たち参加している2人もですね気候マスターコースを経て現場に配属されてますので後ほど深くお話しさせていただければと思っております えー、福利厚生のお話になるんですけれども当社では20代のうちはですね、あのー、基本的に全員寮に入っていただくようにはなるんですけども月6,000円で水道高熱費で込みで積めるようになってますまた、えー、入社から3年間っていうのは病、あのー、費何だっけ 規制にかかる旅費っていうのは全額年2回は負担していただけたりとかですねあと今年の4月1日から始まった制度になるんですけども奨学金の返済代理弁済支援といったところで最大18万円っていうものをす他にもですねいろいろ福利厚生っていうのはさまざまありましてずっと安心して働けるような環境っていうのが整っているところも一つ魅力となっております。 え最後にですねあのイベントのご案内になるんですけども、えー、3年生インターンシップといったところで 5days と 2days というものをイベントを用意しておりますので、まあ、今回お話を聞いて興味を持った方がいらっしゃいましたらぜひ企画の部分からメンテナンスまで何から何までやれるというのはかなり大きいお仕事ができそうですよね。 あと福利厚生がちょっとびっくりしたんですけど、<laughs> とっても充実してるなと思ったんですが、なんかこの福利厚生良かったよみたいなのありますか。どうですか、柏木さん。<laughs> はい。えー、っとですね、僕的には住宅関係の福利厚生がかなり手厚い会社だなと。感じております。はい、料、料費がえー、っと毎月六千円というのはもちろんなんですけれども。えー、っとかて。家庭を持って、料、えー、から出た時にですね、えー、っと。 月々8万円程度の工場が出て結局手出しは1万円ぐらいでするみたいなことがありますので僕も 2LDK ぐらいのお部屋に1万円でおりました、えー、羨ましすぎますね <laughs> すごく充実してるなって感じましたけれども会社の概要がねざっくりとつかめたところで、はい、では続いてのコーナーに行きたいと思います続いてのコーナーはこちらです 理系社員に突撃取材、選考別活躍パターン三選でございます。まあこのコーナーは三級で活躍する三人の理系出身社員の学生時代の選考から現在に至るまでのキャリアパスについてお伺いします。では早速伺いたいんですけども、スライドを用いて一つずつご紹介いただけますでしょうか。お願いします。はいはいえっと三パターン、えー、示しているんですけども。はい こちら全,て全部僕らの同期の、えー、お話となっておりますで1人目の学人がですね、えー、と機械工学を専攻していたんですけども、まあ、その後、えー、と鉄鋼整備の成功整備グループっていうところに配属されておりまして、えー、鉄鋼プラントのメンテナンスの方を行っておりました、うん、なるほど でこの他にも2人目3人目っていうふうにいらっしゃるんですけどもこのキャリアの進み方っていうのはサンキューさんでは王道なルートなんでしょうかそれともちょっとレア意外なルートになるんですかねどううでしょう そうですね。一番上の機構、機械工学専攻から、まあ、そういった鉄鋼のメンテナンスとか。化学、石油、石油化学のメンテナンスって言ったところは、割と王道な話になるかなと思います。なるほど。これ、一人目、二、はい、人目は結構王道ってことですか。そうですね。まあ。 海外プロジェクトっていうのがあの配属の割合としては非常に少なくなっているので、まあ、こちらも、まあ、レアというわけではないんですけども、まあ、比較的いける数っていうのは少ないかなっていうところにはなってます。 せっかくこの海外のお話が出てきたのでちょっと伺いたいなと思ったんですけどやはり昨今こう海外志向が強い就活生も多いかなって思うんですけど御社ででででもこうグローバルに活躍できるる環境といいうううのはじゃあ,あるっていうこすすかねそうですね一応先ほど説明でもあったんですけども、まあ、今当社っていうのは海外にも15か国41カ所っていったところに拠点がありまして、まあ、中には物流事業しかやってないような拠点もあるのですべて行けるわけではないんですけども、まあ、海外といったところにも、えー、と昨今は注力している部分も あるので、まあ、あの必ず入社してすぐ行けるとは言えないんですけども、まあ、あの働いている中でどこかで海外に挑戦できるっていうタイミングは出てくるのかなとは思います。なるほど 今一人目二人目がちょっと比較的王道かなっていうお話ありましたけど。これ三人目の方に関しては比較的柏木さんに近いかなって思ったんですが、どうですかね。あ、これ実は私のキャリアパスでを。なるほど。ですよね、なんかすごく近いなと思ったんですけど、はい、どうですか、このキャリアを歩む中で、どういうふうに感じていらっしゃいますか。はい、そうですね、えっ、ー、と。今私圧力容器の設計を行っているんですけども。まあ、そういった中で材料力学っていう分野をよく使う。 ですけども私は応用科学専攻だったので、まあ、そういった材料力学っていう分野に触れてこないで入社してるんですけどもそれの気候マスターコース研修っていうのがあってその中で材料、えー、力学とかいうの内容を学んで学ぶことができたので今の職部ににながっていいいるかなとううふうに思いますこれまで学生時代に学んだこととは少し違うことだったっていうお話ありましたけどそういうことってこう 結構大変だったりしないんですか逆にこう楽しかったりするのかなって私の場合は結構楽しんで <laughs> やっていたところもありますけども「<laughs> うん、えとキこマスターコース」ではそういったあの、まあ、皆さん違う学科の出身なので、まあ、そういった方たちを同じようなレベルのところまで持っていくっていうような育成プログラムになっておりますのでそこは心配とかしなくてもいいかなと思います。うん あの説明でもありましたし、たお二人もこの気候マスターコースを経てっていうことなんですけどこの気候マスターコースってちょっと具体的にどういういことをされる研修なんですかね。そうですね実際に内容としてはさっき言ったように材料力学だったり実際に設計の 基礎ととといいったとこころろを学んでいくっていうところとあとは実際に実技研修とかもあって、まあ、あの現場に配属その後された後に我々がこう何か現場で作業をするっていうことは基本的にはないんですけどもそういった作業をしてくださる方っていうのがどういったところが危険かとかっていうのを知ってないとやっぱりこう指示とか出せないっていうのもあってそういったこう現場の実際に使うような作業とかっていったところを実践したりとかそういったような。 ことをあの勉強していくような形にはなっています。その気候マスターコースでのこのまあ研修制度っていうのを経て、まあ今の部署に移っていると思うんですけど、その研修はかなりやっぱりその実践でも生きるものでした。どうでしたか？私の場合は本当に生きていますね。うん、まあその時の経験があったからこそあのまあ設計の部署に配属された後も、えー、比較的導入が簡単だったというか。うん 順調にステップアッププアできててていいいいいるるかかなというふうに思っていますすのででしている部分は多いで,す、ねうん、で、先ほどのちょっとお話で柏木さんはこれまで学んだこととは違うジャンルの職種に疲れたっていうお話だったんですけど宮本さんはどうですかね、えっと、私も大学はどちらかというと食品とか農業とかそういったところをメインに勉強していたのであのこの会社では割とあんまり使ってなかった分野っていうのを今は仕事でやってるかなっていうのはありますね。 そういうところで大変さとかって感じる瞬間はありますか、はい、そうですね、まあ、1年間の研修のタイミングっていうのは本当についていくっていうところで結構しんどい部分も多少はあったかなとは思うんですけど、まあ、同期我々っていうのは70名近くいたので、まあ、その中でこう特化して勉強できる方とか分野に強い方とかもたくさんいたので、まあ、みんなに助けてもらいながらそこはあの1年間なんとかと 勉強できたかなとは思います。やはりそのね気候マスターコースを経てこう同期のこう結束が生まれるってお話がありましたけどで、そういうところでこうお互い助け合うみたいな制度もなんかこうあったりするんですかね。そうですね。まああの配属された後も割とこう応援とかであの同期であったりとか、まあ、研修とかも割とあのちょこちょこあったりするので、そこでこう交わすを合わせた際にこうご飯行ったりとか。 いろいろ相談したりとかして横のつながりはずっとあるかなとお二人もそんな感じですか同期ですけども,も結構食事とかよく似た <laughs> <laughs> なんかね仲の良さそうな雰囲気の中で本当から伝わってきていましたけれども <laughs> まああの最初の説明を聞いて思ったんですけどかなりこう大きなお仕事が会社としてできるんじゃないかなっていうふうに思ったんですが自社だからこそできるまあ経験とかっていうのは何なんですかね。 見えませ見えます。えー、っとですね。えー、っと他の園児会社さんとかもいっぱいあると思うんですけども、もう,うちの会社は独自なのはやっぱりえー、っと物流も含んでいるって言うところですね。えー、っとまあ、例えばですけども、えー、っとプラントを建設します。っていう時にちょっと大きいものを作ったりするんですけど、まあそういった時にま作ってそれを運ぶことができるんですよ。自分たちでまあ、それがそういった。えー、っと重量物輸送を専門としている部署が。 あったりとかして、まあそういったことが一貫してできる、まあプラス我々はメンテナンスっていうのを行っていますので、それを全部やっているっていうのは一気通貫でやってるっていう会社はもう他にはない魅力的ですね、うんうん。一気通貫でお仕事ができるからこそ、なんかこういうメリットがあるよみたいなのとかってあったりするんですかね？何から何までできるっていうところで。そうですね。えっ、ー、とお客様目線になってしまうんですけども、えっ、ー、と。 一気通貫でやることによって、その使う会社が減るので、そこの部分でコストをね。削減できたりとか、えっと連携がスムーズにいったりとかそういうことからあります。で、我々まあ社員としてもええと同じ会社の中でいろんな経験ができるっていう点で。 勉強になったりとかしますねいろんな点からお客様をサポートできるっていうので、まあ、お互いにとってすごくいいっていうことですよね。はい、はい、ということで可能性の幅が本当にすごく広くていろんな活躍パターンがあるんだなっていうふうに感じました。であっという間でもう次が最後のコーナーなんですけども <laughs> 最後のコーナーはこちらでございます。 今、なぜ理系学生が求められているのかです。まあ、このコーナーはですね。今、ビジネスのどのようなシーンで理系出身者の活躍が期待されているのかをお伺いします今回はですね。フリップボードを使用したいと思うんです。けれども、では宮本さん記入していただくということで。 はいお願いしたいと思いますがそのフリップをですね、はい、記入している間にちょっとこのコーナーがどういうものなのか概要を説明ささせてください、まあ、このコーナーを通して理系学生の皆さんの専門性ですとか、まあ、学生時代の経験が業務にどう必要とされているのかを明らかにすることで、まあ、ご自身が活躍できる場所の選択肢をより広げていただきたいなと思っております。 とということで、ね、今宮本さんに書いていただいておりますけど今なぜ理系学生が求められているのかというコーナーでございますがどうですかね <laughs> あの理系学生の皆さんがやっぱりあっ書き終わりましたかね。はいすみません、はい、ということで書き終わったということでございますので、はい、では回答の読み上げをお願いします。ははいい見 <laughs> 見ええまますすかております、はいえっと、課題解決能力 っていう,ふうに書かさせていただいたんですけども、まあ、これっていううのはでそすね、まあ、当社のお仕事の内容っていうのがどちらかというとそういったお客さんの困ったことっていうのに応、まあ、えていくような職種になっていくので割とこういった課題解決っていう力が一番求められる力かなと思ってあのここに 記載させていただきました。柏木さんもこれは同意見ですか。同意見ですね。なるほど。課題解決能力は非常に求められる <laughs> ということですけども。はい、そもそもこう御社における理系出身者の活躍のまあ幅っていうのは。多いなって感じますかどうでしょうか。感じますねうん、うん。どういうところで感じますかね。えっと。そうですね。<laughs> 幅のの広さの話ですそうですすそうよねあの活躍できる場所がたくさんあるなーって感じるかなっていうところなんですけども、うんまあ、先ほど私たちの会社ではあの業務の幅も広いのでそれぞれ活躍する場所が広いんですけど、まあ、例えば僕の場合だと,、えーとまあ、プラントっていうのは結構昔に製造されて建設されていますので古いものが多いんですけども、まあ、そういった場面で、えーとまあ、法律は途中で変わっていますので。 昔作ったものは昔よくても今はだめだとかそういうところがありますのでそういったところをです、ね、我々が、えー、と技術的なところで解決をサポートしていくっていう仕事がありますのでそこの問題課題解決能力っていうのがかいそうですね生きてくるっていうところですね。事 <laughs>、はい、業の幅がやはり広いかららこそ求められる 番をたくさんあるっていうことなんですけどもじゃあ割合的に言うと文系と理系ととと理って比較したきににどんなな感じになりますかねそうですね、まあ、多少文系のやっぱり物流授業の方が人数としては多かったりはするんですけどもほぼほぼもう5対5ぐらいの本当半々ぐらいな人数かなとは思います。 まあ、御社でどういうお仕事で、はい、じゃあ理系の方の力っていうのが求められてるなっていうふうに感じますかそうですね理系の力というとやっぱり気候の事業っていうのはそういった化学石油石油 プラントってなった時はそういった流体のどういったものを扱ってるかとかそういったのを知ってるっていうのは一つアドバンテージにはなるかなと思うのでそういったところもありますしあとはこう機械のメンテナンスとかも多かったりするので、まあ、大学時代によくそう学んでた部分っていうのが通じるっていうところもあるので基本的にそういった こう機構系ののお仕事をしていいる分野っていうのは理系のこう学生さんが学んできた部分が生かせるっていったところで幅広く活躍できていいるのかなとは思います学びが生かせる場所があるってことなんですけど、はい、まあ先ほど三線で3パターンを教えていただいたんですけどじゃあでに活躍されている理系社員の方っていうのはどういう学科出身で,でどういう業務をされている方がいるんですか いいらっしゃいますかねそうですねやっぱりこう気候マスターコースっていうのができたのがまだこう20年ぐらいっていうところもあるのでその前にやっぱり入社された方はどうしても気電系出身の方っていうのが多かったんですけども、まあ、今っていうのはそういった1年間の気候マスターコースっていうのもあるのでどちらかというとこうもちろん気電系の学生は多いんですけどもそれ以外にもこう2人みたいにこう科学系専攻されている方とか、まあ、私みたいにちょっと違う 違うまあ、理系なんだけどちょっと違うような分野から来るっていう方も割とたくさんいらっしゃる意外とじゃあこういう専攻だった人がこういう部署で働いてますよみたいなレアなケースも教えていただいてもいいですかってうか <laughs>、まあ、私が化学出身なのに機械系の設計を行っているっていうのはまあちょっとレアかなというのは思いますけど。 思い出す、うんですね。周りに柏木さん以外にこういう人もとかってあったりしますか。そんなに。ちょっとパッと。思いつかないですよね。うん、そうですね。<laughs> すみません。じゃあご自身が結構レアなケースかなっていうことなわけですよね。はい。<laughs> じゃあ先輩の活躍とかちょっと上司の活躍とか想像していただいて、なんかこうお二人が。 今後こういう像を目指していきたいな、理想像なんかを聞きたいなと思ったんですけど、どちらからいきましょう。じゃあ宮本さんから行きましょう。<laughs> そうですね。と私がちょっとこう今現場から離れた人事っていうお仕事になっているので、まあ,あのちょっと。 うん、違うかなっていうのもあるんですけども、まあ、あの今はこういった採用っていうお仕事をしていてやっぱりこう理系出身の学生のこういった採用もしてるんですけどもやっぱりこう自分が現場で培ってきたものとか実際に体験した話っていうものをこう 本音を話せるっていうのは学生さんのそういった不安定とか入社してからのミスマッチっていうのも防げるかなと思うので、まあそういったところでこういろいろこう深くお話しできるようになれるようになれたらいいなっていうのは思ってます。うん、どうでしょうか柏木さん。はい、えっ、ー、と私はですね海外志向がありますして、気になりますその話。<laughs> <laughs> 当社もですねえっ、ー、とまあ最近東南アジアとか中東とかの方にですねえ開発とか。 もうちょっと力を入れてておりまして、まあ、そういった場所でプラントの建設だったりプラントのメンテナンス作業っていうのがありますので私も、まあ、いずれちょっと上司にお願いしているはいるんですけども <laughs> で海外に挑戦して、まあ、そこで、えー、ともうちょっとマネジメント業務も含めつつ設計をやりつつみたいなことをやっていって自分の力を伸ばしていって。 私先ほどの質問でですねあの海外に挑戦できる機会はあるんですかっていうふうに問わせていただいたんですけどじゃあこう柏木さんのようにちょっと海外で挑戦してみたいんですよねっていうふうな意見意思を伝えた場合そういうのをこう聞いていただける環境っていうのは会社の中にはあるんでしょうか そうですね1年に1回自己申告制っていうのがあって全員社員出さなきゃいけないんですけども、まあ、そこにこう海外希望があるかとかないかとかそういったのを出せるっていうのと、まあ、あの部署にもですねキャリアサポートっていうあの人事部の方にそういったグループもあって、まあ、そういったこう海外に挑戦したいとかそういった話っていうのを、まあ、全員が全員そこに書いたから行けるっていうのはちょっと言えないんですけども、まあ、そういった中で。 そろそろそそういった挑戦できる環境っていうのを整えた方がいいんじゃないかとかってそういったのはあるるかなとは思いますなるほどで、まあ、理系の出身者っていうことなんですけれども、まあ、理系の方の観点から見た上で御社で働く上でで社働くの魅力っていうのはどうですかねあ、まあ、僕はちょっと結構魅力を感じている点がありまして教えてくださいえと、まあ化学出身の方限定になってしまうかもしれないんですけども。はい えっと現場に行った時とかにあの配管に流体名称とか書いてあって、うん、それを流体の中身が分かるとちょっと嬉しいなっていう、えー、<laughs> くだらないことですけども化け学を学んでいらっしゃる方おおってなってるかもしれないですね<ー>今確かにどうですかみおとさんそうですねうん魅力ですよねでもこう普段それこそプラントって外から最近だとこう 一時期工場夜景とか流行った時もあったと思うんですけどそういったところの中で働いてるっていう。 なんか迫力スケールがあるものをなんか自分が動かしているとかこうそれこそ施工管理ってなるとこういろんな方の前に立ってこう指示を出したりとかしなきゃいけないっていうちょっと責任もある仕事にはなるんですけどもこうそれがこうグルーチームで完遂した時とかそういった時のこう終わった後の安堵感とか達成感とかっていうのはなかなか味わえない仕事かなと思うのでそこはすごく魅力のある点なのかなとは思います。確かにさんで働いてるから こそを感じられる魅力ですよね。うんねはい、ありがとうございます。ということで、今なぜ理系学生が求められているのかのコーナーでございました。さあ、あっという間で <laughs> そろそろお時間ということでございますので、こちらで終了できればと思います。では、最後にですね。今後のインターンシップなどの告知をお願いします。はい、えっとイベントの案内になるんですけども、えっと夏休みの期間に 5days とえっと 2days に。 のインンターンシップを開催予定となっておりますのであの関東地区だけじゃなくてですねあの全国で5県の方で開催しますので日程が合えば是非ですねあの興味持っててエントリーしていただければと思います普段入れないようなそういったプラントの構内に入ることもできますし実際に現場ではどういった仕事をしているのかっていう実技とかも あの用意してますので、ぜひですねご参加いただければと思います。よろしくお願いします。先ほどね、はい、お二人がおっしゃってたように、やっぱりこう働かなければ見られない景色っていうのが、こういうインターンシップに参加すると見られるかもしれない、はい、っていうことですよね。はい。 はい。ぜひ参加していただければと思います。なお、今回お届けしました内容のアーカイブ動画は、ワンキャリアの公式アプリと YouTube にて公開しておりますので、ぜひご覧ください。それではまた次のセッションでお会いしましょう。さようなら。